公園のあたりに漂う焦げた匂い、嗅ぎ慣れた戦いの残りが敵を殲滅し、作戦は無事に終了。結果は上出来のはずなんだけどね。哀れな黒猫よ、君はなぜ隠れていないで飛び出してきた。戦いの場に入り込むとは、命を無駄にするなんて愚か者のすることだ。よーステイル、探しちまったぜよ。頼まれてた後始末は終わったぜ。ああ、ありがとう。おお、なんだか様子がおかしいぜよ。あ、そこに転がってるのは猫かにゃ。そうだ、見ればわかるだろう。僕が見つけた時にはすでにこと切れていた。敵の広範囲な魔術に巻き込まれたんだろうね。逃げ遅れたっつうわけかい。気の毒なことだぜ。そうかな、これは当然の結果だと思うよステイル。そいつはちーっと冷たいんじゃないかにゃ。僕はあくまで公正に考えているだけだ。野生において危険を察知できなかった猫の自己責任さ。それを言っちゃ身も蓋もないにゃ。お前さんの物分かりの良さ結構怖いぜ。って猫の亡骸なんて持ってどこ行くんだにゃ。どこにも行かないよ。ただちょっとしたことをするだけさ。もしかしてそんなこと言いつつもしっかり弔ってあげよう的なセンチメンタルかにゃ。生命の終わりを前に神父にはやるべきことがあるからね。茶化したつもりがマジみたいだぜ。口が減らないな。準備があるから黙っておいてくれ。ああ了解だぜ。ステイルが作っているそいつはもしかして祭壇ですかにゃん。公園に転がってる材料で作ったような簡易的なものだけどね。魔術的な記号の配置まで申し分なく組み上げておいてよく言うもんだにゃ。うるさい、邪魔だ。始めるから離れてくれ。はいはい、すまんにゃ。身元に召された魂に永遠の安らぎを。炎よ、これが終わりだ。あっという間に燃やして灰にしちまうんだにゃ。いつまでも魂を肉体の檻に閉じ込めておくわけにはいかないからね。うにゃ、死んだ時点で肉体は空っぽだと思うぜ。さあどうかな。魂が抜け出る瞬間を君は見たことがあるのか。にゃあ、それは。でもまあ、魂の解放なんて聖者の偽善でしかないかもしれない。この儀式は僕にとってやらねばならないものだった。それだけさ。はあ。さて、帰る前にタバコでも吸っていこうか。その一服もやるべきことなのかにゃ。まるで手向けみたいに見えるぜよ。これは思考だよ。そういう割にはいつもみたいにうまそうに吸ってるようには見えないぜ。うるさい、これ以上君のたわごとに付き合う気はない。任務は終わったんだ。さっさと帰るといい。はいはい、じゃあお先に失礼させてもらうぜ。まったく、ようやく騒がしいのが消えたか。それにしてもいつだって見送ってばかりだな僕は。